こんにちは、レオです。今日は2022年5月時点の海外から日本への帰国方法についてご紹介します。なお、日本からカナダへの渡航方法は先日動画でご紹介した通りです。また今回ご紹介するのは、普段日本で住んでいて日本でワクチンを接種した僕がカナダから日本へ2022年の5月に帰国する時の実体験です。これね、人とか国とか時期とかによって条件全然変わりますので、正確な情報はあくまで各自公式情報を参照するようにしてください。まず事前に準備が必要な書類とか手続きのお話をしたいと思います。日本帰国に必要な書類っていうのは人によって違います。カナダからの入国で3回ワクチン接種済みの僕の場合は MySOS アプリを準備する必要がありました。なお MySOS アプリにはワクチン接種済みの証明と72時間以内の陰性証明を登録する必要があるので、接種証明書という別のアプリと、あと72時間以内の陰性証明書も準備する必要があります。なお今回のフライトは僕エアカナダを使ったんですけど、オンラインチェックインの時に日本入国の条件を満たしていることを証明する必要がありました。スクリーンショット僕ちょっと撮り忘れちゃったんですけど、今回説明するものたちがあれば大丈夫なはずなのでご安心ください。最初に準備できるのがワクチン接種証明書のアプリです。これは日本から旅する人だったら日本出国時にはダウンロード完了してるはずなので問題ないとは思います。現在日本への入国は指定地域の滞在履歴がなくて、ワクチンを3回接種した人であれば入国後の自宅待機の必要もなくなります。ワクチンを接種してその時の紙の書類が手元にある人はアプリから QR コードを読み込むだけで、接種証明書アプリに自分の接種情報が反映されますので、使い方にそんなに悩むことはないんじゃないかなと思います。次に出国前72時間以内の検査証明書が必要です。陰性証明ですよね。これはカナダ側で検査して、カナダ側でちゃんと日本政府の求める形の証明書を発行してもらわなければいけないので、これ正しくやってくれるクリニックを探すのに少し僕も時間かかりました。僕の場合は最終的に YVR 空港、バンクーバーのインターナショナル空港ですね、ここで国内線の1階にあるクリニックに行きました。帰国の2日前の朝に予約して、その同日の午後2時に訪問して、受付から検査まで10分くらいで完了しました。行き先を聞かれて日本って答えたら、最後ちゃんと日本に入国するためのドキュメントに仕上げてくれたので非常に安心感ありました。で検査後1日弱で、あなた陰性でしたよと、ネガティブでしたよという連絡が来て、全部メールですね。その後別のメールで日本向けの資料にサインを記入してくれたもののスクリーンショットを送ってくれて、でその時にその書類の実物、紙のね実物が欲しいっていう風に伝えると、出発日までに実物を用意しておいてくれて、取りに行けるよという仕組みでした。僕は出発日当日の、ちょっと早めに空港に行って実物の書類をもらって、念のためそれを持った状態で日本に帰国しました。で英語で予約して英語で説明できる人はこの方法がいいと思います。で英語のコミュニケーションちょっと苦手な方は、バンクーバーの場合は現地の日本旅行代理店がね、HIS のやつを見つけたんですけど、そういうところが現地の陰性証明を出してくれる、検査証明を出してくれるクリニックにツアーしてくれるっていうものを企画しているので、そういうのを探すのがいいかもしれません。で最後に用意するのが MySOS アプリです。これは App Store から各自ダウンロードするようにしてください。MySOS アプリはその中に質問票事前登録機能、誓約書事前登録機能、ワクチン接種証明書事前アップロード機能、検査証明書事前アップロード機能に加えて、何か日本帰国後に何かあった場合に政府から旅行者に連絡できる機能などがオールインワンで備わっているアプリです。
非常によくできたアプリだなと、短時間でいいアプリ作ってくれてるなというふうに思います。質問票と誓約書、これは内容を読んで記入するだけです。まあ、質問票の方はね、体調どうですかとか、そういう話の質問をされるわけです。誓約書の方は、あなた帰国後何かあったらちゃんと言わなきゃいけないですよとか、連絡にはちゃんと出なきゃいけないですよとか、そういうことに誓約する話です。これはもう記入するだけです。ワクチン接種証明書ね、これは、ワクチン接種証明書のアプリを、僕はスクリーンショットで登録して、おきました。で、陰性証明書の方はクリニックから送られてきた PDF のドキュメントをスキャンしたもんね、これを登録しました。で、マイアスワイアプリの使い方は結構詳しく画像付きで、政府のサイトに解説を載せてくれているので、それ参照するのが一番いいです。概要欄にリンク貼っておこうと思います。多分こういうのも含めてちょっと言わないんだけど、デジタル庁が頑張ってくれてる部分なのかなと思うので、すごくね、いい仕事してくれてるなというふうに思います。もっともっといろいろ進歩させていってほしいです。はい、で次にね、渡航の流れを説明したいと思います。カナダから日本への渡航というのはいつもと少し違う感じがしました。まずバンクーバーの YVR 空港では大幅に遅れが発生しました。チェックインはいつも通りだったし、荷物検査もいつも通りゲートに向かうことができたんですけど、ゲートから搭乗するときに一人ずつ陰性証明書を見せなきゃいけなかったんですね。でこれがね、全然準備してない人とかもいて、それで大渋滞するみたいな、みんなゲート通れないみたいなね、そんな感じでした。で結局1時間ぐらい遅れてフライトすることになりました。パスポート。Do you have a green passport? Oh, boarding pass. Lower your mask, please.Thank you. 日本向きの飛行機ね、搭乗めっちゃ時間かかってるけど、パスポート、陰性証明、搭乗券、あとこの SOS アプリね、これ用意しておけば30秒以内で搭乗できます。準備しといてね。で、飛行機内は、マスク必須だったぐらいのことで、それ以外はもうほとんど普通の通り、いつも通りだったかなというふうに思います。そして日本到着ですよね。これはね、検疫コーナーを抜けてからがすごく長かったです。ちなみにそのエリアほとんど撮影禁止エリアだったんで、ここからあんまり映像はないです。だから僕の語りでお伝えしたいと思うんですけど、まず最初のデスクで MySOS アプリとパスポート搭乗券を提示しました。で次の部屋で唾液を採取して、この時にね、それなりの量の唾液を求められたので少し時間かかりました。あとこの唾液接種の30分前から飲食禁止っていう風に張り紙がね、その部屋にあるんですけど、そんなこと言われてもさ、そこで教えられても知らないよねっていうところがあって、飛行機の中で教えてくれなかったので、ここで言えることとしては、着陸間際とかに飲んだり食べたりしないようにするのがいいかなと思います。でその後また次のエリアに進んでから、係の人が一人一人ついてくれて、 MySOS アプリとスマホの通知設定ね、これを見せて、アプリの説明ね、それも受けて、次のコーナーに進みます。で、別のスタッフさんのところに行くと、そこでなんかよくわからない、何をしてたのかよくわからない事務手続きを受けました。そしたら順番に待合スペースに誘導されます。その時に、紙には自分の検査番号が書いてあって、あと自分の椅子の番号も指定されて、自分の椅子の場所に行って、そこで唾液の検査結果が出るのを待ちます。で、僕の場合は、待機スペースの席に着いてから1時間20分経過した頃に自分の番号が呼ばれて陰性ですよということが証明されました。ちなみに待合スペースには自販機もありますし、少しだけだったんですけど、ランチパックが無料で提供されてたりもしました。僕は着いた時にはあったけど、しばらく行ってフラフラっとした時はなくなったんで、数は限られてました。そしてコンセントもあったので、イヤホンがあれば時間を潰すのはそんなに苦じゃないです。ゴールデンウィークの本当にやばい時は7時間待ちとか、なんかそういう人もいたみたいなんですけど、2、3時間だったら僕だったら待てるかなというような雰囲気もありました。席もね、一応1列おきに指定してくれるので、なんか広々と使うことができました。そして番号が呼ばれた後に最後のエリアに行くと、検査結果を受け取ってその先に進むことができました。
で、まあ、その後はね、あの荷物のターンテーブルに行って荷物ピックアップするんですけど、まあ、荷物どうなってんのかなと思ったんですけど、まあ、あのみんなの荷物がターンテーブルから下に下ろされて整理されている状態でした。だからね、ここはもう待たずにピックアップしてスムーズに税関に行くことができたので、非常にあの早いクイックでした。ということでね、カナダへの渡航の時もそうだったんですけども、あくまで準備しておけばあのなんてことはないかなというふうに僕は思いました。入国時にいつもよりもだいぶ時間かかったんですけど、まあそれもね、あのそんなにストレス感じないというか、なるべくストレス感じないように職員さんたちも頑張ってくれてるなというふうにすごくあの僕は感じました。何せこれ2年以上ぶりの僕カナダだったのでね、あの飢えてましたので、あのこのくらいの苦労っていうのはなんともないっていうような感じでしたね。皆さんもね、そろそろ海外旅行したいなって人いると思います。シルバーウィークどうしようかなとか考えてる人もいると思います。あのこのままこれがねこの状況が改善していってくれれば、もっと規制もちょっと緩くなるのかなみたいな話もありますので、その上でしっかり準備すればいけますので、安心してもいいかなと思うので、まあ、前向きにね、本当に行きたいなという人はね、プランニングしてみてください。何か参考になれば幸いだし、まあ、その頃にはまたこの話も変わってるかもしれないんですけど、まあ、なんとなくね、あの雰囲気だけでも掴んでくれれば嬉しいなと思って動画撮りましたので、よかったら参考にしてください。ソーシャルメディア、Twitter、Instagram 載っていってます。全部レオトーヤマで検索したらフォローできますので、間違えたらフォローしてください。以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。